それよりもですね、今生まれてる方々でなかなか活躍できてない方々にもっとですね、子どもたちにとって大きな不利益となります。ちょっと私びっくりしちゃったなと思います。人員が足りないという悲鳴のようなお声を伺うことが。文科大臣の所信では令和4年度には小中高等学校における不登校児童生徒やいじめ重大事件事態の発生件数過去最多となり、小中高生の自殺者数が過去2番目となるという極めて憂慮すべき状況だというふうにおっしゃいました。そしてスクールカウンセラー等の配置充実のほか、自殺予防教育など対策強化してまいりますというふうに大臣述べられたわけなんですが、ご存知でしょうか。そのスクールカウンセラーに今東京都では大変なことが起きています。3月5日先週の火曜日ですけれども、都内のスクールカウンセラーを組織する労働組合心理職ユニオンが記者会見を行って、東京都が都内の公立学校に配置されているスクールカウンセラー250人を一斉解雇したということが明らかになりました。応募者数は1096人中250人不採用、雇い止めの率にすると 22% です。でこれ不採用となった250人かと思うかもしれないんですけれども、一人のスクールカウンセラーが週に1回、学校をだいたい3校程度担当していますので、今回の250人の不採用っていうのはかける3で考えると750校になって、その影響はねとても計り知れないものがあります。で、私はこのニュースを見たとき、ここ問題だなと思ったんですけれども、そもそもそのスクールカウンセラーは1年の契約なんですね。で、会計年度任用職員という形態の雇用であって、更新4回までで5回目挑戦するときはゼロベースっていうことになるんですよ。でそのゼロベースの5回目の試験っていうのが、採用試験というのが面接だけ、その前の勤務評価なし、その前の実力実装なしということで、大変な問題だと私ちょっとバカにしてんじゃないかというふうに思ったんですけれども、まだまだ問題がありまして、この雇い止め、実は年齢差別の疑いもあります。というのは勤続年数別に雇い止め率を見ると、6から10年勤続 30.7%、11から15年の勤続32%、16から20年の勤続 35.8%、 21年以上もう超ベテランですね、その方々は 36.2% と、きれいに勤続年数に応じて雇い止め率が高まっているわけです。でこの勤続年数が多いのは50代60代の方なんですね。この雇い止め、3割近くになりまして、つまりこれを3年間やるときれいにこの50代60代のスクールカウンセラー入れ替えることができるわけです。これはね、私あんまりだと思います。この雇い止めが50代60代のベテランに集中している、経験と知識を本当に豊富に持っていらっしゃるこの年齢層が明らかに不採用が多いということは、これ問題ではないでしょうか。森山文部科学大臣。スクールカウンセラー等の採用条件や任用方法については、各自治体の権限と責任のもと、地域の実情や能力等を踏まえ適切に判断されるべきものであり、お尋ねの東京都の事案についても東京都教育委員会の判断によるものと認識しております。その上で、文部科学省としては、不登校児童生徒が増加するなど学校や教師が直面する課題が多様化複雑化する中にあって、教師とは異なる専門性を有するスクールカウンセラーなどが果たす役割は重要であると考えております。専門性を考慮するというところのご答弁いただけたのは大変心強い。やっぱりこういう専門性のある仕事の方が経験と知識を積み上げて本当に子どもたちに向き合うことができるようになった時に切られてしまうってなったら、この仕事を目指す方々減ります。そしてスクールカウンセラーの質も私向上できないんではないかと思うんですね。そこで一つ総務省に伺います。総務省が2023年に出した会計年度任用職員制度の適切な運用等に関して、これ通知ですけれども、前年度に同一の職務内容の職に任用されていたものについて、客観的な能力の実証の一要因として前の任期における勤務実態を考慮して選考を行うことは可能であるというふうに明記されています。でも今回の東京都のスクールカウンセラー大量雇い止めは面接のみで、採用の可否が判断されて、いるものでは、客観的な能力の実証、これはできていないわけです。これはこの通知に反する、不適切ではないでしょうか。
総務省小池部長。あくまでも一般論としてでございますが、面接のみで行うことをもって、能力指導で不適切ではないあるとは言えないと考えております。いや、ちょっと私びっくりしちゃったなと思います。じゃあ面接のみで可能であるということが今言われたわけですが、ちょっと時間が迫ってきたんですけれども、ちょっとこれだけ最後スクールカウンセラーに関しては申し上げたいなというふうに思います。これ結構知らない実態なんですけれども、東京都の場合ですね、都の採用、それから都の採用だけで週1では間に合わずに、区の採用になっているスクールカウンセラーもいらっしゃるんですね。で、同じ週に1日は都の採用のカウンセラー、次の人は区の、採用のカウンセラーというふうになっていて、待遇3分の1ですって、区の採用ですと。そう。で、今回都のスクールカウンセラーで不採用になった方が今度区のカウンセラーという形で、応募される方もいらっしゃるんですけど、こういうね、やっぱり雇用形態が違って、かつこんなにも待遇に差があるというスクールカウンセラーがいるっていうこの実態をですね、大臣ぜひ考えていただきたい。これは文科省の責任だと思います。やる仕事一緒ですよ。待遇が変わっても当たり前ですけど、本当にガラスのような子どもたちの心のケアをしていくとっても大事な仕事ですので、ぜひこの点は、いや、さすが森山大臣、あの時のね、声届いたわっていうことをぜひお願いしたいなというふうに思います。はい、ありがとうございます。ここからは東京都議会の様子をご覧ください。スクールカウンセラーの大量雇い止めが大問題になっています。都のスクールカウンセラーは特別職非常勤として10年以上働いていた人も少なくありません。2020年度から会計年度任用職員制度に変わり、任用の更新は4回まで、来年度の任用は公募だとして選考が行われ、実績のあるスクールカウンセラーが大量に雇いだめされる事態になっています。スクールカウンセラーは公立小中高等学校特別支援学校に約1500人が配置されています。子どもたちや保護者からの悩みに寄り添いながら時間をかけて支援する専門職で、高いスキルと経験が求められます。相談者との信頼関係を築くことが必要であり、一朝一夕にはできない仕事です。うちの子は不登校だけど、スクールカウンセラーの先生と約束している日は自分から学校に行けるんですとお母さんが話してくれました。スクールカウンセラーが果たしている役割をどう認識していますか？不採用もしくは補充任用となったスクールカウンセラーさんたちは、不採用となった理由がわからない、校長からもいい評価をつけられたのにと言われた、理由が知りたいと口々におっしゃっています。なぜ不採用になったのかわかるよう、基準を明確に答えてください。スクールカウンセラーは不登校の子を卒業までさえたり、自傷行為のある子を教員医療機関と連携して対応します。長期の経験がその専門性の向上にとって重要であり、子どもたちの教育を受ける権利や時には命を守る専門職です。だからこそ理由も分からず不採用にされたことは専門職として全面否定された気持ちだとスクールカウンセラーさんたちは怒っています。都教委にはスクールカウンセラーの専門性や経験にリスペクトする姿勢はないのですか？子どもたちにとって大きな不利益となります。子どもたちは時間をかけて心を開き、相談していたスクールカウンセラーとの関係を突然断ち切られ、新しく出会った人に自分のことをまた最初から話さなければなりません。子どもたちへの大きな心の負担をどう思っているのですか？学校からもとても頼りになるスクールカウンセラーで良い評価をつけたのに、なぜ落とされたのかと疑問の声が上がっています。国の会計年度任用制度のマニュアルでは、公募の際にも前の任期における勤務実績を考慮して選考を行い、その結果再度任用することは可能としています。学校での実績を反映させるべきではありませんか？5年ごとに切り捨てるような働かせ方は許されません。世田谷区は公募によらない再度任用の回数の上限は設けていません。回数については各自治体で決めれば良いことだと思いますが、答弁を求めます。スクールカウンセラーの雇用期限の撤廃をし、無期雇用とすることを求めます。今回理由もわからず不採用となったスクールカウンセラーさんの皆さんの一番の願いは不採用の撤回です。採用枠を増やして雇用することを求めます。そもそも学校にはスクールカウンセラーさ、ス
クールカウンセラーが足りません。スクールカウンセラーの勤務時間は基本的に週1日7時間45分となっていますが、実際は時間内には収まらないと言います。多くの相談予約が入る上、担任への報告は部活が終わってからなど12時間勤務が当たり前という方もいます。現在スクールカウンセラーは1校に週1日年間38日の勤務となっていますが、一定規模以上などの条件で週2日以上配置している学校が178校あることは重要です。必要とする学校にスクールカウンセラーを追加配置できるようにすることを求めますが、いかがですか。最後に立川高校夜間定時制立ち定についてです。その他の質問につきましては教育長及び関係局長が答弁いたします。教育長浜佳代子さん。次にスクールカウンセラーの役割についてでございますが、スクールカウンセラーは不登校やいじめ、児童虐待等の未然防止、早期発見等、子どもの悩みや抱えている問題の解決に向けて心理の専門家として子どもや保護者への支援及び教員への助言を行う重要な役割を果たしております。次にスクールカウンセラーの選考についてでございますが、東京都公立学校スクールカウンセラーは都教育委員会が任用する会計年度任用職員であり、東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則等に基づき4回までは公募によらない再度任用として、校長の勤務評価等により選考し、5回目は公募により公平公正に面接を実施し選考しています。なおその際の選考基準につきましては、東京都情報公開条例における人事管理に係る事務に関し公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼす恐れがある情報であることから開示をしておりません。次にスクールカウンセラーの選考結果についてでございますが、東京都公立学校スクールカウンセラーは都教育委員会が任用する会計年度任用職員であり、東京都公立学校会計年度任用職員の任用等に関する規則等に基づき公平公正に選考を行っており、選考結果についてはスクールカウンセラー個人の専門性や経験を否定するものではございません。スクールカウンセラーによる相談についてでございますが、都内公立学校においてはスクールカウンセラーを含む全教職員による教育相談体制を構築しており、スクールカウンセラーが交代しても子どもたちが不安を感じることがないよう前年度までに行ってきた相談対応や支援等が確実に継続される仕組みとなっております。次にスクールカウンセラーの再度任用についてでございますが、東京都公立学校スクールカウンセラーの任用にあたっては4回までは公募によらない再度任用として校長の勤務評価等により選考し、5回目は勤務評価によらず公募により公平公正に書類審査及び面接を実施し選考しております。スクールカウンセラーの任用についてでございますが、東京都公立学校スクールカウンセラーは都教育委員会が任用する会計年度任用職員である。任用期間は4月1日から翌年の3月31日までとしております。なお4回までは公募によらない再度任用とし、5回目は雇用機会公平性の確保の趣旨から公募による任用としております。次にスクールカウンセラーの追加配置についてでございますが、これまで都教育委員会は学校や区市町村教育委員会からの要請を踏まえ、児童生徒数が多く相談対応へのニーズが高い小中高等学校に対しスクールカウンセラーの勤務日数を増加して配置しており、引き続きニーズに応じて配置をしてまいります。ただ一方で、まあ私個人的に言ってですね、政策的に人為的に出生率を上げることって現実的に可能なのかなというふうに最近感じるところも正直ございます。まあいろんな国がですね対策を講じておりますけれども、詳細に研究すると実はなかなか思ったような効果が出ていない。私今回これからいろんな質問させていただくんですけど、まあ通底しているテーマがありましてね、それはもう出生率を政策で上げるっていうのは難しいと。それよりもですね、今生まれている方々でなかなか活躍できてない方々にもっとですねサポートの手を差し伸べてですね、そういった方々が少子化でマンパワーが減っていく中で社会を支える側に回っていっていただくという政策をやることの方が現実的なんじゃないかというふうに考えております。まあ、そういった観点からですね、これから非正規公務員の問題、生活困窮者支援、障害者への医療費補助の問題について順番に触れていきたいというふうに思います。まずですね、非正規公務員会計年度任用職員について伺いたいと思います。令和6年4月1日時点で、上記職員定数2945名、非常勤職員設定数1481名、合計4426名の職員体制となる予定でございます。また非常勤職員のうち会計年度任用職員は1000トンで51名でございます。
大まかに言ってですね、福祉局の中で、全職員の中で 33% が非常勤の方、そのうち全体の 24% が会計年度任用職員として非正規で働かれているってことなんですね。私単純に思うのは、この24人の方々がですね、正規職員としてまた活躍していただければですね、無理して出生率上がるのかどうか分かんない政策にこだわるよりも社会が活性化するんじゃないかな、素朴に思うものでございます。続いて次の質問なんですけど、福祉局の会計年度信用職員はどんな仕事を担っているのか伺いたいと思います。上記のですね、先ほどの会計年度任用職員のうち、専門性を持って直接住民サービスに関わるようなですね、仕事をされていらっしゃる方々で、設定数の多い職種はどういったものがあるのか。会計年度任用職員のうち、専門性を持って直接住民サービスに関わる職の設定数の多いものにつきましては、北療育医療センターなどで診療及び治療を担う委員102名や、看護業務を行う看護員67名、また障害者施策推進部精神保健医療課に所属いたしまして、入院させなければならない自傷互いの恐れのある精神障害者を入院させる場合の診察補助看護及び移送業務を行う看護員50名、児童相談所において児童福祉と連携し虐待相談対応を行う虐待対応協力員33名などが挙げられます。皆さんも聞いていただかれてどう思われますでしょうか。私は思うんですけれども、看護員の方とかですね、児童福祉士の方とか非常に重要な仕事になっていただいている方々が多いわけですね。こういった方々が本当に正規で働いていただいたらですね、どんなにいいことかというふうに思うんですけれども、ぜひご検討いただきたいなというふうに思います。続いてですね、会計年度任用職員の雇い止めについて質問をさせていただきたいと思います。部門が違って恐縮なんですけれども、今多くのスクールカウンセラーの方にご相談をいただいてまして、今年度ですね、教育委員会の方で都のスクールカウンセラーの大量雇い止めが行われてですね、それがマスコミにも取り上げられて問題になっているところでございます。そこで伺いたいんですけれども、福祉局においてですね、所管の会計年度任用職員について、こういったスクールカウンセラー問題と同様、5年ルールによって雇い止めが今年度末ですね、発生しているのかどうか教えていただきたいと思います。関口部長。現在選考中で、ございますことから、お答えは差し控えさせていただきたいと存じます。皆さんどう思われますか。現在選考中とおっしゃるんですけどね、新年度までもう2週間なんですよ。で、2週間前に迫ってるにもかかわらず選考中っていうのは どう受け止めればいいのかな。もしかすると、いやもうなんか内示でね、もう大丈夫なんだとお伝えいただけてるんだろうなと、さすがにこっから2週間前に首を切るようなことをしないだろうなっていうふうには、感じてはいるんですけど、とはいえですね、やっぱり選考中ということに大きな問題意識を感じます。でこれ私民間企業で経営者をやってきたんで思うんですけど、これ労基法違反ですよね。民間でこれをやったら、改めて確認したんですけど、民間企業であれば有期労働契約の場合であっても、3回以上更新されているか1年以上継続して雇用されている労働者の場合は、少なくとも契約が終了する30日前までにその予告をしなければならない。これ厚生省がですね、平成20年の3月1日一部改正の有期労働契約の締結更新及び雇い止めに関する基準で定めています。会計年度職員の方々にはですね、こういった規定はないんでしょうか。職員の任用につきましては行政処分としてなされるものでございまして、事例に示された期間の満了によって当然に職員としての身分は消滅するということになってございます。労働基準法第14条第2項は地方公務員につきましては適用除外とされております。しかしながら、複数回にわたって同一の職員に任用されている場合、何の予告もなく再度の任用を行わないことへの、当該職員の影響を考慮いたしまして、総務省が定める、会計年度任用職員制度の導入等に向けた、事務処理マニュアルでは、労働基準法第14条第2項に基づく、今お話のございました、有期労働契約の締結更新及び雇い止めに関する基準において、契約を更新しない場合の予告や、理由の明示等が定められていることに、留意することとされてございます。具体的にはこのマニュアルにおきまして、事前に十分な説明を行うとか、他に
に応募可能な求人を紹介するなどの配慮をすることが望ましいとされてございまして、当局におきましても同様の取り扱いを行っているところでございます。はい、委員長。委員。今、なかなか選考中という状況にもであるけれども、まあいろいろと考えてくださっているという、まあ誠意を答弁から感じることができましたので、まあこれ以上追及をするのは避けたいというふうに思うんですけれども、まあぜひですね、私来年も厚生委員会に残れたら同じ質問しますんでね、来年はこれまた現在選考中ですということのないようにですね、早め早めに一人一人のですね、会計年度任用職員の方々に向き合って対応していただきたいなというふうに思います。でこれまたちょっと話が変わってスクールカウンセラーの話に戻っちゃうんですけど、これ教育委員会の方のスクールカウンセラーについてはですね、実は今でも4月1日以降の移動先の通知すら受けてないで、もう最終勤務日が終わって4月1日から何していいか分かんない、いつ引き継ぎするんだというような扱いを受けてらっしゃる、まあ、部門によってですね濃淡あるんだと思うんですけど、まあ、今東京都は人が輝く東京へというですね掛け声をかけていながらですね、東京都自体が自分たちの職員を大切にしていないんじゃないか、そういう現状があるんじゃないかという点をですね指摘させていただきたいというふうに思います。続いてですね、先ほどちょっと触れたんですけど、まあ、現在会計年度任用職員が担っている業務について、専門性の高い業務についてはですね、業務の質の向上やノウハウ、経験の蓄積、人材の安定確保の観点から、常勤の職員の定数を増やして常勤職員が担当していくべきと考えますが、会計年度任用職員は常勤職員の臨時的補助的な業務または特定の学習経験を要する職務に任期を限って任用するものとされております。そのため常勤職員との役割分担や職務内容を確認の上、総務局に対し常勤職員と合わせて必要な人員の要求を行いまして必要な体制の確保に努めているところでございます。職務内容や業務量等を精査し常勤職員と会計年度任用職員を適切に配置することで効率的効果的な行政サービスの提供を実現していくことが重要であると認識してございます。ぜひ仕事を精査してですね、ご検討を進めていただきたいと思います。都庁に限らずですね、事業の主体としては、まあ、会計年度任用職員っていつでも首を切れるのでですね、使いやすい合理的だっていう理屈は分かります。ただ社会全体で見るとですね、各事業所がそうやってやっていくから日本全体で非正規雇用が増えてですね、社会全体ではこう労働力が有効に生かされてないんじゃないかなという問題意識がございます。都も公共の機関でございますので率先してですね、この問題取り組んでいただきたいというふうに思います。続きまして児童相談所のことについて伺いたいと思います。やっぱり人員が足りないという悲鳴のようなお声を伺うことがまあよくございます。人員が足りないとか経験が足りないとか、実際の現場の人員配置は定数すら満たしていないんですよとかっていったですねお話をよく伺います。驚いたのは福祉局所管の会計年度任用職員非正規公務員について、福祉局の全職員の 24% が会計年度任用職員で、医療委員や看護員、児童相談所の児童福祉士がその主だったところです。教育庁で問題となっているスクールカウンセラーのような大規模雇い止めを福祉局ではやっていないのか確認したところ、なんと答弁はまだ選考中で答弁できないとのこと。新年度まであと2週間に迫っているにもかかわらず未だに選考中とはありえないことです。会計年度任用職員を学生アルバイト程度にも思っていない都の実態が明らかになったと思っています。さすがに担当課も問題だと思っているようで、改善する旨の答弁。民間企業でこれをやったら明らかに労基法違反です。地道に指摘を続けていきたいと思っています。昨日直接お話を伺ったのですが、未だに都のスクールカウンセラーは4月からの再雇用の連絡は受けたものの、異動があるのかどうかも連絡がないまま、今年度については学校も春休みに入ったので最終出勤日も終了しているとのこと。異動があれば業務時間以外で引き継ぎをしなければなりません。人が輝く東京へと東京都はスローガンを掲げつつ、自分たちの職員を粗末に扱っている実態が明らかになっています。